2回目のケーキ紹介動画を作らせていただきます。今回はコロンバエバタ店のショコラムース、お値段480円の紹介になります。コロンバエバタ店はベルから西縦貫線を南に徒歩でも4分で行ける距離にあります。本店の方は新ボノワイプラザから福井北インターへ向かう道の途中にありますが、今回はエバタ店の方で買わせていただきました。エバタ店の住所は福井市エバタ町 24-7-2、 営業時間は午前9時半から午後7時まで、定休日はないのかな、土日祝日は9時からの営業となっております。コロンバさんは私の奥さんが好きなお店で、本店の方もエバタ店の方も何度か連れて行ってもらったことがあるのですが、いつもコロンバさんに行くときはお店でケーキとコーヒーをいただいていまして、お店綺麗でのんびり甘いものを食べたいときはコロンバさんを使わせていただいております。買って帰ったのは今回初めてだと思います。多分今回買わせていただいたショコラムースですが、私ムースということでふんわりと口当たりのいいあっさりした味を想像していたのですが、予想に反してすごいずっしりと、チョコ、もうチョコ、すっごい濃厚なチョコが連打できまして、強いお酒飲むと喉から胃まで通るのがわかる感覚はありますが、あれのチョコ版、チョコがズン、ズンってこう足音させながら胃に向かって歩いていく姿を連想するぐらい、ザ・チョコでした。チョコレートが好きな方には、ぜひおすすめしたいケーキでした。というわけで今回が2回目のケーキ企画になりまして、前回も目標に掲げましたが、まず10回まで続けたいと思っています。そして10回続きましたらですね、今まで食べた中でどのケーキが一番美味しかったかを決めると、そういう企画なんでございます。私が個人的な好みで判定するものですから、判定の公平性についてはもう初めから怪しい企画でして、本当は同じ種類のケーキを一度に食べ比べるのが公平なんでしょうが、動画作る側としては色彩豊かにしたいという希望もありまして、最後異論のある判定になってしまうと思いますけれども、ご了承ください。